こんばんは。人間イスクラブの時間がやってまいりました。さて、今日は初っ端に、はい、ビートルズのバースデーをやりましたね、はいはいはい、ホワイトアルバムに入っている、うん、あれは何でやったかというと、ええ、この放映日、今日じゃなくてこのトリビ、8月29日は後藤真宏君の誕生日ですので、おお、それはおめでたい。おめでとうございます。一足先に、ええ、お兄さん、一足先に、あ、そっか、もう33、はい、うわ、年食ったんですね。長島の背番号と一緒ですよ、ね、うまいね、反応、ええ、しかしさ、うん、なんで俺が歌わなくちゃいけないわけ、うん、まあ、自分の誕生日自分で歌ってちょっと悲しいものがない。自分で自分に応援歌ですか、ね、段取りではね、ここに俺ちょっと頼むよ、段取りあれ、いやー、ほら、あ、ほらま、ほら、あらま、そういう謎が、おめでとう、あ、お、突然、ありがとうございます。パフィーのような髪型の人が、寂しい今日は特別に、これどうも、おめでとうございます。東京から内田君が誕生日祝いに、誕生日を祝いに来てくれました。わざわざ飛行機の中大変だったよ、これこれは、1、2、3、あ、33なんですね。え、どういうこと、どういうこと、ほら、大きいのが、あ、なるほど、33、ちっちゃいのが1年なんだよ、これいいですか、行きましょう、閉じますね。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear 松弘、ハッピーバースデー to you。 お、飛ばねえっていうのがまだ段取り悪いよな。せっかくクラッカー鳴らしてここまで映ってねえっていうのがよ。うわ、いやいやいや、いいよな、鳥居がちょうど誕生日の人はな、うん、いやいやいや、これ、しかしね、ええ、先週あたりからですね、うん、いきなり体力落ちたような気がするんですよ。あれ、年ついに33に足がかかって、だって今日これ、はいはい、撮る前に私たちリハをしてたじゃないですか、うん、であんなぐらいじゃ普通大丈夫なのに、うん、すごい疲れてましたよ、うん、実は今だからちょっと疲れてるっていう状態だよね。今8月29日に撮るにあたってどういう経緯でここまでたどり着いたかといえばですね、ほうほう、まず8月、うん、僕はネプタ見に帰ってきて、うん、お盆もあるはんで、鳥もあるはんで、ちってずっと青森県に滞在してたね、秘書してた、はいはいはい、真島君もお盆から帰ってきてるし、うん、で一回も練習しねえままこの鳥にね、8週分に臨んだということでね、うん、この上のメンタルの、どんな目でケンちゃん、包丁持ってるすげえ怖いんだけど、この上の怖いんだけど、レンタルスタジオで今練習してきて、はい、そうそう、そしたらな、番組始まったら突然内田君来てびっくりしたな、うん、ね、わざわざ駆けつけてくれたんですね、東京から、うん、今日東京では大変なことがあったね。お、何を、震度4の地震があって、ね、俺の部屋来たことあったっけ、包丁で人来たのやめる、危ない、壁にはずっとエロ本すげー列になっちゅうの分かっちゅう、いや分かってますよ、あれ絶対崩れだよな、マスカット通信とかいろいろ、今ミルキー通信なんだけどさ、うん、どういう趣味がわざあるかっていうの、まあ、マニュアルのこと、メガネ曇ってるよエロ本の話題でちょっとことなんだよ。さあ、ケーキでは切りましょうか、はいはい、いや、ミルキー通信ね、昨日出るとは思えない、28日の日に、私とスタッフは青森でしたですけどね、盛、うん、岡で6時半にスタッフと待ち合わせてたんですよ、出るはずが、私、どういうわけか新幹線に来れまして、はい、これも誕生日祝いなんでしょうかね。でかいね、全部僕らで食べてしまうという。真っ白の皿ちょっと、あ、じゃあフォークいただきます、はい、おお、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 お
まだ、そう、指入れ順でね、やめて。これで取るわ。これで消えばいいね。かなりいびきやってるんですけど。それで待ち合わせたところが。あ、そうそうそう。うん、そうしたら、あれなんですよ、うんうん。その地震の前からね、はいはい、栃木県地方、集中豪雨すごかったじゃないですか。らしいね。で、僕も電車の中から、川が決壊してる様子とか見て、びっくりしたんですけどね。はい、で、スタッフの方々はなんだか。東北自動車道が寸断されてて、で、迂回して常磐道から来たらしいね。ね、しかも国道もダメだったらしいよね。待ち合わせ時間にその携帯に電話したら、まだ郡山にいると。私まだもう盛岡に着いてるのに、これは大変だなと思って、まあバスに乗ってきて、でもそこからスタッフ着くのが早かったですね。あ、そこから早いですね。12時ぐらいに着いたもんね。でも早かったとはいえ、12時間かかったんだって、すごい、これ大変だよね。内田君ちは何も知らない、なかった。大丈夫。東京もでもずっと雨降ってたね。電車止まってたし。マスイロの誕生日にあたって、高速道路は寸断されるわ、東京で地震はあるわ、大変な誕生日。株価も下がったしよ。あ、そう、大変なことになってんだな今。株が下がった。しかも、もっとなんかあったよな。今日に青森県の農作物指数が98というの、今日の新聞社会だったけど、まあ、それもちょっと農家の人にとってはね、やや不良ですよ。やや不良ですか。あの波があったよな、大雨、地震、株価下がって、しかも東北地方梅雨明けなしっていう宣言がこの間出されて、随分前ですけどね。大変な日に思われなさって、思われなさったね。もうねえのケーキ。あ、いただきます。どうすか金賞は。金賞ね、どうすかね。ぼちぼち、ぼちぼち入れるな。金賞より弘前でしょ。そういえばさっき見たら弘前マップ買ってたね。お、観光しますか。いや、もうスタッフの人が一生懸命、おもちゃ屋の場所を印つけてくれたんで。おもちゃ屋は何を目指して。何かを。そういえば何か素敵なものが。デジタルけん玉。けん玉にデジタルがあるで、何がデジタルなんだろう。剣に刺したり皿に乗っけると、大皿がバスドラなのかな。あ、音が出る。あ、なるほど。バスドラ、スネア、しなんだっけな。で、剣がトップシンバルかな。じゃあ、ドッテン、ドッドッテンとかできるんだ。そんなコードだ。で、さらにモードがいくつかあって、ラップが出てくるのね。で、ラップに合わせて。そう。ドン、ツッタ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 ン。合わせてやれっていうことなんだ。で、それが、どんどんテンポが上がっていくと。それと同じリズムでやると何かいいことあるの。光るとか、子供に自慢できるね。自慢できる。それがなんでデジタルなのかっていうのよくわからない。けん玉としてはあんまりちょっとやっぱり木のぬくもりがいいんじゃないかな。バンダイだね、やっぱり出したのかな。バンダイ出しまくりだな。宝かな、あれ。あ、宝か。あれ、誰だっけ、バンダイからレコード出したの。ジェラルドだ。あ、それだよ。ジェラルド戻りました。俺、待ってたんだよ、言うの。あったのに。なんか、ボレてましたね、ちょっと。誰か、なんか、バンダイのあるレーベルにいると、なんか、特典ないの。おもちゃ関係。たまごちもらえるとかね。別になくれっつったらくれるのかもしれないけど、ね、まあ欲しいと思って、あんまおもちゃ知らないしな。
おもちゃ野郎じゃないですか。おもちゃ野郎、うちゃくんだな。はい、ゲーム野郎だしな、うん、あれ、うちゃくん書いてるあのゲーム雑誌は何ていう雑誌だったっけ。うんうん、コンピューター先の。あ、あれはもう書いてないよ。そっか、失礼しました。いえいえ、なんかね、名前が変わっちゃって。おー、なんだっけ、アイコンって名前だったんだけど、おー、週刊アスキーになっちゃったね。おー、うん、大月が、大月健二が、なんか書いてますか。うん、週刊アスキーになってから、なんかキオスクにも置くようになっちゃって。おー、すごいですね。ね、バンダイというキオスクというメジャーですね、皆さん。No. うん。わじまもなんかメジャーなことしてねがったっけ。いや、割とマイナーなこと多いよ。プレイヤーで書いてるメジャーなことが。失礼なこと言ったな、そう。メジャーで。プレイヤーで原稿毎月書いてんだもん。そう、メジャーでした。わーこそメジャーでねえやな。あの活動状況はよ。とにかく人間演出の活動にね、ノータッチなんだ、他に。バンバン。バイトもしてねえしよ。オーバード、あの、世紀末の、なんだっけ、それ随分前のね、うん、ダミアン浜田さんのアルバム現メンバーでなくて、しかもインディーズからだってマイナーな活動が、ね、それがあの、世紀末、うん、シャイニーアップルジュースのコマーシャルで出てたから。あ、なんか全国の CM をノージャラでやるとか言って、そう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 、らしいね。俺、いい手だなと思って、うんうん、ただでも違反で CM 撮影で名前売るっていうのはいいよな。うん、でもこれでワンドがやればマネって言われるよな、世紀末のマネ、ね、でもいいよな、世紀、うん、みんな食わねえな。いただきます。金ちゃん実はすべて食いたかったんだよ。だからいやでもちょっとさすがにはでも多かったわ、うん、これは多いよ、うん、ちょっと反射してんだよな、うん、おもちゃって言えばさ、うん、最近なんか金の輪っかみたいなおもちゃってんじゃん、うんうん、あれ何ですか、何だっけ、ジッタリング、ジッタリング神社って。そういえば今野拓郎さんになっ て、 話ていい流れだな、なかなか。そうそうそう、だってだいたいあのワンドの入ってるあのイカ天 CD、うん、あれバンダイなんだよな。はあ、うん、なるほどね。そうなんだ、うん、メジャーだったな。そうそうそう、うん、あのアルバム出すにあたってこっちさ、こっちにさ、なんか曲を選んでくださいって、うん、人間失格で一つよろしくお願いしますって言ったらさ、うん、できたの見たらリンゴの涙が入ってんのよ。間違ったのかわざとそうしたのかさ、で、作曲のが和島真嗣、鈴木健一のところがさ、鈴木健二になってんのよ。誰なんだ、誰だそれ、鈴木健二、ギター上手い人かな。誰だべな、アナウンサーの話、アナウンサーの話書きなさい。いや、わこれでアルバム爆発的に売れてよ、印税じまじまとお金で配信変わったっつったらすげえショックだよな。あれは何も知らないけど、あのアナウンサーの鈴木健二さんのことが書いてないけどな。あれはどうなの、登録とか著作権ねえ、うん、してあるんだけど、うん、でも字が違ったら入んないんじゃないの。そんなことないよ。だってわかんねえよ、うん、大月健二と僕はあの中学生の中学の同級生で、卒業アルバムっていうのがあったんですね。で裏の方にみんな名簿が書いてある。で大月のところを見たら大月健三って。かっこいいね。すごい古い人らしいですね。いやでもさ、アルバムとかすごい一生残るもので名前間違われるのってすごいショックだべな。一生みんなの頭残るんだよ。永久に健三なんて。まだ大月くんテレビで名前売れてきたファンで、ああこれ間違いだってわかるけど、そうで願ったら一生、そういえば大月健三いだよなとか言われるよこれ。誰だったってな、健三って。本名が健三だと思われるから、ね。そうだね、芸名が健二でね。健三ね。まあ、名前間違われるんだことね、わしまだったら、いや一回なんか間取りとか書かれたことあったけど、間取りね、間取りって誰だっちなんだけど、後藤正弘、やっぱ正っていう字書けなくてはカタカナで送っちゃったな、正弘さ、郵便物、あ、だいたいうちに届く郵便ね、親戚以外はねカタカナで来るよ。正ってどんだったっけな、だって俺さ、この間プレイヤーの原稿で後藤正弘って漢字で名前変えたのよ、うん、だって
ファックスを送ってもらってから、あ、なんか違ってたんだねなと思って、うん、もう一回見直したって、うん、後藤弁広になってまずそのままファックスを送っちゃってるよ、後藤弁広で。うちのギターの岸高文彦がですね、うん、昔楽器屋さんにいたら、うん、ギターキッズの少年から声をかけられて、すいません、高槻さんですか。高槻屋ってあの仏壇にあのものをあげるお供えあげるあれだよね。でも高崎明と吉高文彦が混ざったんでねえかな。なるほどね、うん、高崎明ね、たっかん、たっかん、ふみん、あだ名ついてんのメンバーにみんな。うん、王権。王権はまあ中学の時からね。あ、そうか、うん、それは単に鈴剣みたいなもんで。あ、そういえば中学校の時は鈴剣だったんだ。鈴剣の青い車。あ、なぜかさ、健一とか健二とかさ、うん、健三っていう名前の人がさ、必ずなんとか健一なんだよね。あ、マルコス・ヤス・バンプの佐藤健二君。佐藤健二君、うん、あだ名なんかなかったの、その昔。あったよ。何、例えば、あの、僕天然パーマなんですけど、昔はまっすぐだったのね、うん、天使の輪があるぐらい、うん、そしたら声変わりとともに髪の毛がどんどん曲がってきちゃった、うん、それ変わった体質だよね。いや本当に、それじゃあテンパーでそういう呼吸状態なんですかね。これパーマ、うん、テンパー、いや大体ね、ドン、パーマっていうのはおかしい。なんでなんでどう。だから曲がった髪の毛が先にあって、うん、パーマが生まれたわけだから、うんうん、人工曲がり髪と呼ぶべきだよ ね、 なるほどね。天然パーマっていうのは逆説的な。あ、なるほどね。本来パーマっていうのは天然を指すものだと。そうそうそう、人工巻き毛とかだね。見えっつうんじゃ。そうだね、パーマネントっていうのは永久的ってこと。あ、そうだね、うん、パーマネントウェーブだから、うんうん、永久的に曲がってるテンパーこそがパーマネントだよな。で、中学校の頃からこうなった。そうそう、おで、髪の毛短いとですね、うん、もじゃもじゃになっちゃってね。あ、うん、こう上にブワーって。昔よくあの小池さんと言われてた、ね、ラーメン食ってる、うん、なるほど、なんとなくわかるね。で、あだ名が、まあ、小池さんとか。小池さんか。あと、じいさんとか呼ばれてね。あー、昔から老け顔っていう、うん、あと、大月は昔、おじさんと呼ばれてたそうで。じいさんが。いや、だからなんとなくっていう。あ、だからおじさんとじいさんがバンドを組んだ。シルバーバンドですな。いや、僕もお父ちゃんって言われたこともあったよ。お父ちゃん。メガネが。いや、小学生のちっちゃい時に、なんか、小学生はちっちゃいわな。なんか、道走ってて転んで、ここすりむいで、うん、そしたら赤血塗ったんだね。ひげ塗ってくるってことだっていうのとか。寂しいエピソードだな、それ。うん、まあ、あとは、プールさ行ったっきゃ海水パンツのちょうどチンピンのところ破れだよな。寂しい。そうだな、じゃあドバッと破れて海水パンツってドバッて言わないとかね。ドバッて、それ誰つけたドバッて。それはかなり見せられたよ。うん、そういう変なエピソード並びのような嫌な多かったですね。うんこ漏らせばうんこの並びで名前とかな、そういうことになっちゃうんだよな、うん、子供っちゅうのは大体こう汚いね、うん、さて、ええ、じゃあ今日の本編これから入りますけどね。2週分ぐらいあったよ、ちょっと。今日はまあ真っ白くんの誕生日でオープニングをあれしましたが、今日は、はい、僕がこの前